結婚はしたけれども入籍だけで挙式をしていないというカップルも少なくはありません。そんな方たちに沖縄でのファミリーウェディングを提案しようというイベントがこちらの結婚式場で行われます。昨年度2013年度になりますけども、沖縄リゾートウェディングの組数が1万921組ということで、初めて1万組を突破いたしました。実は沖縄県の観光振興課の調査が始まりましたのが1999年、今から15年前でございました。その当時200組というふうに言われておりましたので、およそ54倍の数字まで膨れ上がったということになります。従来のそのリゾートウェディングに加えて今回発表しますナシ婚家族層に向けた旅行ついでに気軽に実施できる新たなウェディングスタイルの発表ということで、今回沖縄ファミリー婚を企画販売いたします。で、特に沖縄に旅行されるご家族、お父さんお母さんを含めましてですね、そういう方は非常に多いので、そういう方をターゲットとして旅行をしながら、平服のままで、セレモニーができる商品というのを、考えて、企画をいたしました。海外並みのリゾート、多数のもう高級ホテルさんもこれからも建設ラッシュという沖縄で、なおかつ国内ですので安全安心というところで、旅するウェディングという意味で沖縄で家族で旅行してくださいと、そこでセレモニーを挙げてくださいというのがコンセプトでございます。で、あと販売につきましては、協会の統一商品ということで協会の、旅するウェディングという公式サイトがございます。そちらの方でスマホ、PC などウェブからの申し込みのみの販売とさせていただくように、考えております。現在年間で約66万組の方が、婚姻、届を出しておりまして、結婚しております。66万組のうち実際に結婚式挙式を挙げている件数というのが約35万組と言われておりまして、年間で約もう30万組以上の方、半分の方が結婚式を挙げていないのがこのブライダル市場の現状でございます。結婚式を挙げてね、大きな理由に関しましては2点ございまして、1点目が経済的な理由で結婚式を諦める方が非常に多い。またもう一つの大きな理由が昨今授かり婚と言われているように、結婚する前にそのお子様が生まれたことによって、結婚式を諦めてしまう方というのが非常に多くなっております。妊婦さんでもお子さんがいても結婚式ができるということを世の中に伝えたいと思ってサービスの方を展開しております。沖縄ファミリー婚模擬ミニセレモニーが行われます。はじめに新郎のご両親の入場です。続いて新婦のご両親が入場します。本日の新郎新婦お子さんの入場です。皆さん沖縄の正装と言われるかりゆしウェアを着ていますね。従来のように新郎新婦のつながりだけでなく新しい家族の誕生を祝うセレモニーです。沖縄ファミリー婚では瓶型で作られたサンゴの木に家族の名前を入れ両家の絆を誓います。売りというのはどんなところでしょうか。はい、実は沖縄リゾートウェディング協会含めて旅するウェディングというのを3年ほど前からテーマにさせていただいているんですけども、やはり家族で旅行をして沖縄にいらっしゃるという、特にリピーターの方が8割ということを聞いているので、ではせっかくなのでその記念の沖縄で何かをプレゼントしてあげたいなというところと、海の見えるチャペルを使うこと、それからウェディングドレスではないかもしれないんですけども沖縄の正装と呼ばれるかりゆしウェアを着てみんなでお祝いをしましょうというところです。旅行の中で平服のまま結婚式を挙げることができる、これまでの挙式のハードルがぐっと下がったのではないでしょうか。
また授かり婚や経済的事情でもう結婚式を諦めなくてもいいということで、この沖縄ファミリー婚どんどん広がっていくのではないでしょうか。